はい、ではまた、シゼル戦ですね、戻ってまいりました。前回でようやくゼクンドス撃破しましてね、でもあとはエンディングまで走るだけって感じなんですが、ちょっと私さ忘れてたんだけど、闘技場ねどうしようどうしようかな。一応ね今回からラスボスエンディングやるんですけど、まあエンディング後って感じで闘技場やってもいいかもしれないね。まあ多分過去キャラ出てくると思うから、あの誰が出てくるとかって書かなくていいですからね、コメント欄にね。あの多分まあでもエターニアの前がデスティニーとファンタジアだかですよね。3作目だよねエターニアって。多分そのどちらかのキャラが出てくるんじゃないかなって思うんだけれども、まあちょっと余力があったらねやりたいなと思います。ということでじゃあ行くか。最後のキャンプなんかないかな。スキットないですね。さあまあ言うてもシゼルもまたリベンジなんですけれど、あの特攻術をね使っていかなきゃいけないっていうのをすっかり忘れておりましたが、えもうシゼルの時に使うのか。多分あれでしょ、あの2回戦ぐらいになるでしょ。セイファートの名のもとに、そうじゃん、ラスボスって携帯変化してもう1回もう1回みたいな一応見ますか、イベント。もう一度。遅いわ、今まさに闇の極光術ネレイドのフィブリルが完成せんとしているところだ。何？なんだと？フィブリルを持つ者か。リッドとか言ったな。お前は感じぬのか。エターニアのあらゆる奨励力が我の中に注ぎ込まれつつあること。わかったぞ、グランドホールの本当の目的が。どういうこと？極光術の生み出す破壊力は精神の中に取り込む奨励の量に比例するんだ。やつは自分の中に世界中の奨励を取り込もうとしてるってことか。闇のフィブリル完成してエターニア滅ぼして何になるか。我は主となる。セーファートを倒し新たな世界の創造主となるのだ。セイファートを倒す？闇の極光術を完成させれば、それもたやすいわ。2000年前とは逆の立場になるわけだ。お前、ネレイドなのか？だったら何だというのだ。シゼルどこか！シゼル？我の中で醜くうごめき自らの行いを恥じている。これがそうかもしれんな。それはシゼルが体返せよ。不可能だ。物質を憎み現世界を恨む強い意志があったからこそ我らはどうかしたんだ。バテンカイトスこそが本来あるべき世界の姿なのだ。物質がなければ妬みも憎しみもなくなるぞ。人を傷つける欲望も人を失う悲しみもな。オルバース爆動か。
いよいよ始まるようだな。さあやりますか、戦闘。メルディ、シゼルは死んだよ。ここにいるのはメルディたちの敵。グリー解剖。メルディ、さあやりますか。あ、ちなみに前回のゼクアンドス戦でですね、なんかデリスエンブレムっていうのもあったと思うんですけど、めっちゃ強いわこれ。ゼクアンドス倒した証の紋章、攻撃が必ず当たるようになって、やばくないですか。もう極光術使っていいの。あ、これ極光、あれ極光術って、あ、ちょ凍ってる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 。プリズムソード、あれこれ方天空だよな。え、丸×四角だっけ、なんか3つのボタン同時押しだったんだよね。エターナルファイナリティ。あ、来た。おお、こういうことね。はいはい、丸×四角ですわ。あ、それならいけるのでは。ちなみにあれ、私1回目戦った時に見たっけ、スペクタクルズ。12万、今はもう3万ぐらい削って早いな。なるほどね。もう凍らせんのやだな。インディグネーション、インディグネーション。あ、そうだ、ちょ、術技あれだよ、あの人とのバトル用に変更してたんだった。強いやつ使っていきたいね。ダークホースと、ゼクンダス用にね、この光と雷以外はオフにしてたんですね。ディストーションあんまりなんか私強いように感じなかったんだよな。フリーズランサー結構好き。まあ、これぐらいでいいでしょう。ちょっと待って、また来る？来るな？ちょ、凍ってるんですけど、凍ってるんですけど。あ、よかった、危ねえ。あ、また来る、また来るよね。フリーズランサー、ホーロー天空、天空総破弾。おお、また凍った。ちょしょうがない、あんまりなんかリカバーしてくんないから、パナシアボトルを使うか。あの、パナシアボトルをください。あ、よかった。また来る？あ、エタナルファイナリティじゃん。なんか最初以降使ってない、もしかして。あ、そう、あ、メルディ凍っちゃってんな。あ、早いよ。復活してすぐに死んだわ。キール、キール逃げろー。はい、ててだ。やっぱ鳳凰天空強いな。レイズリも強いよね、鳳凰天空。あの、強化の使用によっては回復するしな、鳳凰天空。鳳凰天空、鳳凰天空、何をする？インディグネーション、鳳凰天空。いででででで、でまた凍っちまったい。パパありがとう。鳳凰天空。いや、なんかさ、もう私ゼクンドス倒せたから、なんかすごい、なんか今楽な気分でやってるんだけど。あ、またこれね、みたいな。あ、まい、プリズムソード。おお、でもやっぱ強いな。インディグネーション、鳳凰天空、鳳凰天空離れて、ずっと端っこに寄ってんのやだね。プリズムソード、いててててて、て鳳凰天空、鳳凰天空、フリーズ
ランサーで、この凍るやつが何なんだ。俺はリカバーくれ、リカバー。てかリカバーあれか、キールか、覚えてるの。そっかそっか、リカバーくれ、ありがとう。おーノー、アンディネ、受けなさい。本王天拳、本王サモンデーモン、出たこれ。あ、でもあんまり、あ、よかったよかったよかった、あんまり痛手ではないぞ。あ、よし、オッケー、ありがとうございます。あ、クレメルケージやるの忘れてた。まあよかろうよかろう。ウズキが邪魔をする、醜いウズキだ、これはなんだ、何を求めている。メレイド、シゼルの気持ちがわからねえか。わからねえようじゃ俺たちには勝てねえぜ。何、メレイド出てこい。あんたの言う通り、セイファートの世界は不完全だ。いろんな奴がいて勝手な正義を信じて生きてる。争いも悲しみも絶えることはないし、不安定で乱れきってる。だけど、だからこそ人は変われんだ。違う何かを知ろうとすることが人を変えるんだ。人が変われば世界だって変わる。グランドホールなんて必要ねえんだよ。なるほど、それが真の極光と。くだらぬわ。何？あ、何何何何？なんか羽が生えた、翼を授かってる。君がネレードか、本体。